Hi! はいどうもちょぶりですということで今日はですね僕が今の環境でおすすめする超優秀フォーメーション5 0ということでやっていきたいと思いますというわけで先日まあ新シーズンが始まりましてイフットボールリーグもね新フェーズが始まったわけなんですけれども皆さんやっていますでしょうかまあ、今回からマッチングシステムもね戻りましたということで僕も今月やり込んでいきたいなという風に思ってるんですけれども今回はそんな今の環境で僕が個人的にこれ強いなって思うフォーメーションをいつ ご紹介していいいきたいと思います、まあ、今回ご紹介するね、5つのフォーメーションに関しては、まあ結構全フェーズね、使っていたフォーメーションで、まあ大体僕、全フェーズの最高レートがマッチングシステムもね、緩いってのもありましたけれども、最高2130ぐらいで、最後が負けちゃって2070ぐらいだったかなまあそのぐらいまでは上げることができましたということで、まあ特にまあディビジョン1ね、まだなかなかいけてない方、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいなと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。ってことで早速ですね、今の環境でおすすめ の超優秀フォーメーション5戦ということでやっていきましょう。 はい、ということで、まず一つ目はこちら、442ですね、ご紹介していきたいと思います。まあ、このフォーメーションは、全フェーズ僕が、まあ、1番か2番目に使い込んだフォーメーションで、まあ、本当にイフットボールやっていても、このフォーメーションの使用率が一番高いんじゃないかなってぐらい、まあ、今一番メタというかね、流行っているフォーメーションの一つではあるんじゃないかなと思います。まフォーメーションをいつもご紹介するんでね、サクッと回数の方をしていけたらなと思うんですけれども、まずこのフォーメーション、4222の特徴は、 やはり攻守万能っていうところですよね攻撃面も安定して強くてしかも守備に関しても安定して守ることができるということで上位勢でも使ってる方たくさんいますし本当に攻守万能なのが一番いいポイントかなと思いますまぁ、あ、結構好みが分かれてくるポイントで言うとまずこの中盤の2枚ですよねここをこのサイドハーフにするのか2枚とも omf するのかこれに関してはね好み分かれてくると思います僕は個人的にね1枚サイドハーフにする方がまあ、こうサイドでも起点になりますしサイドからも中央 からも攻めることができるということで好きなんですけれどもまあこっちをから人数をかけて攻めたい方はこんな感じで2枚とも OMF にしても全然いいと思いますまあこれに関しては完全に好みになってくるんじゃないかなと思いますねあともう1個はここですねこの中盤のこの2ボランチこれに関しても1枚は dmf もう1枚は cm f するのか2枚ともこう dmf するのかまあ、これ好み分かれてきますよねまあこんな感じで2枚ともね dmf にしてもいいと思いますしまあこれは好みになってくるかなと思うんですけどまあ、2枚とも d m、f にした方がより守備的1枚 cm にこんな感じしてあげた方がまあ、やっぱり上がってきてくれるんで基本的なこの5枚で攻めることができるということでより攻撃的にもなるのかなと思います僕個人的にはまあ1枚 cm の方がおすすめかなって感じはありますね、まあ、あとディフェンスラインとかツートップに関しては好みかなと思うんですけれども、僕個人的にはまあートップの片方はラインブレーカーにしてあげた方がいいんじゃないかなってところとまあ、両サイドバックに関してはねまあ、守備的サイドバックがいいんじゃないかなと思いますまあ守備的じゃない場合はねディフェンシブつけてあげ た方がいいのかかなって感じはしますかねでこのフォーメーションに関しては、おすすめのチームスタイルは僕、ショートカウンターですね。まあ、ローンカウンターでできる方はね、全然いいと思うんですけど、まあ、ショートカウンターはやっぱり攻撃がね、やりやすいなってイメージがありました。ローンカウンターで攻撃全然できますよって方は、やっぱりローンカウンターイコールリドリとした守備ができるんで、ディフェンス面もね、非常に硬いということで、まあ、ショートかロングどっちかね、選んであげるといいんじゃないかなと思います。僕の選手の指示はこんな感じで、両サイドバックにディフェンシブですね。2枚とも守備的サイドバックなんです けどもうたまに上がってくるときがあるんで全くね上がらなくするためにディフェンシブをつけてます。まあ、DMF にね結構ディフェンシブをつける方もいると思いますのでそこに関しては好みというかま DMF は完全に守備的な選手アンカーとかねこういうビーラみたいな選手を選んであげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーション本当に安定してやっぱり流行っているめちゃめちゃ強いフォーメーションかなと思いますのでまあぜひ使いこなしていただけるといいんじゃないかなと思いますね。困ったときはこのフォーメーション使いましょうということで422二でした。はいそして続いてはこちら四一二三ですねご紹介して。 いきたいと思います僕は全フェーズねまあ2100達成した時はさっきの4222のフォーメーションとこの4123のフォーメーションを使い分けてましたねで僕が使っていた時はこのね1枚だけセンターフォワードにこんな感じでしてまあ、2CF と1枚ウイングみたいな感じやっていたんですけれどもまあこれ好みですねこんな感じでまあ2枚ともウイングにしてもいいと思いますしこういう感じはセカンドトップにしてもいいと思いますあこのフォーメーションも攻守万能ではあるんですけどまあどっちかっていうとこう 攻撃的なフォーメーションかなと思いますね。基本的にやっぱりねこの前線3枚プラス。まあこのね。トップ下2枚の計5枚で攻めることができるということで、カウンターに非常にね。強いフォーメーションかなと思います。昔からイフットボールやっていた方で言うと、やっぱりセパーン sc みたいな形のフォーメーションかなと思うんです。けれども、まあ本当に攻撃面が安定してますね。まあ、サイドからも中央からも攻めることができるということで、まあ、2枚ね。ウイングにすれば、もちろんサイドから攻めることもできます。し。まあ、この3枚で中央からも攻めることができるとで、例えばね。さっきの僕みたく。こんな感じ。で ST とととととかかねセカンドトップににしててここここうう中中央央あげるるるの4枚からででで攻めがきいまあ、そこは好みによってね、変えてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、ただ、こういう形とかもね、あると思うんですけど、まあ、ギギさん CF 的な、こう、横並びの形とかね、西洋基盤では多いと思うんですけど、こういう形が得意な方はいいと思います。まあ、でもやっぱり一枚こう、ウィングとかいあげた方がね、攻撃の起点にはなりやすいかなと思いますので、僕はね、こういうやり方おすすめかなと思いますね。で、これ二枚のね、トップ下なんですけれども、僕はまあ、一枚 OMF、もう一枚は CMF を 説明してますね負けてるときとかに2枚とも OMF するのはいいと思うんですけど、まあ、やっぱり基本的に、ね、ここまで OMF にしてしまうと守備の時はこの5枚だけで守るみたいな感じになってしまうんでまあ、この CMF に沿っねしっかりこう下がってきてくれますので僕はまあ CMF の方が攻守万能になるんじゃないかなとは思ってますね、まあ、さっき言った通り負けてるときとかは、ね、ここも OMF にして体に5枚で攻めていくみたいなまあ、そういう感じでもいいんじゃないかなと思います、まあ、このフォーメーションの場合も両サイドバックは守備的サイドバックで DMF はねディフェンシブつけたアンカー以外の の選手かもしくはしっかりとアンカーの選手がいいんじゃないかなと思います。もう基本的にこの5枚は守備専門みたいな感じでいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、このフォーメーションもおすすめのチームスタイルはやっぱりショートかロングですね。まあ、基本的な今の環境をね、この2つすかなって感じがありますけれども、まあ、チームスタイルはね、好みではあるんですけど、僕はショートカウンターで使ってました。で、選手の指示がこちらになりますね。これ結構僕特殊というか変わってるかなと思うんですけれども、まず、オフェンシブをマラドーナ、ディフェンシブをアンカーのザカリにつけてますということで、まずはまザカリに関してカにて アンカーつけてても完全に上がってこなくすするるためにつけけてるんですけれどもオフェンシブをこのマラドーナーにつけてるんですよねこれに関しては好みなんで一度真似してもらってね合わなければやめてもらえばいいと思うんですけど個人的にはこれ結構おすすめでオフェンシブつけてるとやっぱりこう上がってきてくれるんでこの三角形とかでめっちゃ崩しやすくなるんですよねまあこれウイングにしていてもこのギャップから上がってきてくれるんで個人的にこの OMF にオフェンシブこれめっちゃおすすめですね別にこっちを OMF でこっちを CMF とかでもいいと思うのでまあこれに関してはね好みで配置してあげる るといいんじゃないかなと思います。もちろんこっちをウイングでこっちをこ中に入れるとかこういう形でもいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、このフォーメーションも個人的にかなりおすすめなのでよかったら使ってみてください。はいということで4123でした。はいそして続いてはこちら3223ですねご紹介していきたいと思います。個人。 は全フェーズねこの3バックこれも結構多かったかなーっていう,うに思っていてまあ最近は全フェーズでも減ったかなーって印象はあるんですけれどもまあ3バックもやっぱりめちゃめちゃ強いっすよねまあやっぱり攻撃面が特にこう強いフォーメーションかなというふうに思いますけれども僕も全フェーズこの形でちょいちょい使いましたね、まあ、さっきも話した通りやっぱり3バックっていうのはねディフェンスラインを1枚削る分その分ねこの中盤の人数とか前線の枚数が多くなるっていうことになるんでまあこのフォーメーションの場合基本的にこの前線3 トップ3枚とこの OMF サイドハーフを使って攻めることができるということで中盤に関してもね2ボランチいるんでやっぱりかなりこう攻撃面に特化したフォーメーションになってますよねでまあ前線の形に関してもこう横並びとかね例えばこう三角形型にしてもいいと思いますしこれに関しては好みかなと思いますけれども僕は一番この逆三角形型で2枚の2トップを CF にしてこの一番低いところにいる選手をセカンドトップにするこの配置が僕的には良かったかなと思ってますねで中盤に関しても1枚 OMF で1枚サイドハーフ やっぱりこのフォーメーションもね肩をサイドハーフとか置いてあげると規定になってくれるんでおすすめかなと思いますあんまりこう2枚とも OMF にすると、ま、マジでこう真ん中にねめちゃめちゃ人数が寄っちゃうんで僕は個人的にあんまりおすすめしないかなとて印象がありますねそれならまだ2枚ともこうサイドハーフみたいなまあその方が僕的にはいいかなって感じはしましたで中盤なんですけどこのフォーメーションに関してはまあ2枚とも DMF がいいんじゃないかなと思いますねやっぱり1枚ともこう CMF にしまうとここも上がっていっちゃうんでもうディフェンスがこの4枚だけとかねカウンターけると なってしまううこことととがあるということで、それはなかなななかかかかか厳ししいいいいいとととと思思うのでで2枚ともしっかり横並び DMF にあげた方がいいんじゃないかなと思いますで結構、このディフェンスラインとかね、こんな感じで、もキーパーの横とかに下げてる方多いと思うんですけど、まあ、これに関しては本当気の持ちよっていうか、そこまでこう横並びでもね、まこの形でも変わんないかなって感じはあるんですけれども、まあ、ラインをね、最大限まで下げようということで、まあ、こういう配置にしてる方が多いのかなって感じはありますね。別にこのね、キーパーの横までセンターバックを下げたからって、このアラホとかと段差はね、 でできまませんののの、まあ、そこここに関しししてててはねご安心してこの形この配置を試してもらえればなと思いますで今、監督が喋らすとチームさらショートカウンター使ってるんですけれども、まあ、3バックの時はロングカウンターでもいいのかなって感じはしてますね。やっぱり守備3バックだとなかなか難しくなっちゃうんで、まあ、そういったことを考えると、ショートではなくてロングでもいいんじゃないかなと思います。まあ、ロングの方がおすすめかな。ただやっぱり攻撃なかなかね、距離感が出てきて難しいかなと思いますので、そういう方はショートでもいいんじゃないかなと思います。で、選手の指示はこんな感じになりますね。ディフェンシブとライン ラインダウンをザカリアとということでやっぱり3バックね、使ってる方、これ最近のメタかなと思いますけれども、このね、DMF1 枚にラインダウンを入れて、守りのときは実質4バックにするっていうやり方ですよね。まあ、結構現在の3バックのメタというか、やっぱり3バックの難しいポイントって、センターバックが3枚しかいないんで、1枚こうサイドにね、出てしまったら、基本的に真ん中をこの2枚とかで守んなくちゃいけなくなるんで、そういう時にこに下がってきてくれると、まあ、しっかりディフェンスラインの枚数を増やせますよってことで、まあ、ラインダウンをね、d m f MF の選手入れるのは個人的におすすめかなと思いますまあ、このフォーメーションはね守備がなかなかね難しいかなと思いますけれどもその分攻撃めっちゃ強いかなと思いますのでまあ今シーズンも普通に強いんじゃないかなと思ってますねぜひ気になる方は使ってみてくださいはいということで3223でしたはいそして続いてはこちら5122ですねご紹介していきたいと思いますファイルバックもね最近ちょいちょい見かけるというかやっぱり現環境ね本当にこのフォーメーション一強みたいな感じではないんでまあ僕的にはいい環境 というか3バックも強ければ5バックも強いみたいなまあどのフォーメーションでもね使いこなせれば強いんじゃないかなと思いますけれども5バックもやっぱり強いですよね特に個人的にはね昔からこの5122はおすすめかなと思いますやっぱり5バックはねまあ一番こう人数をかけて守ることができるそれはめっちゃいいポイントかなと思います単純にやっぱり人数が多ければ多いほどまあ相手はね攻撃しづらくなるかなと思いますのでまあディフェンスの時にこの5枚プラス DMF 基本的に下がってきてくれてまあ6枚で守ることができるこれはめっちゃいいポイントかなと思います まあ、攻撃に関してもね、2トップと、まあ、2枚の OMF いるんで、まあ、言っちゃえば、4222みたいな攻撃はできるんじゃないかなと思いますけれども、なんで同じように1枚だけこう、サイドハーファークにするとかね、そういうのも全然ありなのかなとは思います。ただやっぱりね、このフォーメーションの場合、まあ、サイドバック、個人的には攻撃的サイドバックにするのがおすすめなんで、まあ、サイド上がってきてくれるんですよね。なんで、まあ、2枚とも OMF でもいいのかなって感じはしてますね。まあ、好みになるかなと思いますけれども、まあ、両サイドバックね、守備的にしてしまうと、もちろんめちゃくちゃ守備は硬くなる。 んですけどやっぱり攻撃なかなか難しくなると思いますのでまあ攻撃的サイドバック使ってもね別にこうディフェンスの時は一応下がってきてくれますしまあ、両サイドバックとも思いっきり上がってっちゃうみたいなそういうことはなかなかないんで基本的にこう右上がったら左はね下がってるみたいなまあそういう状況になるかなと思いますのでまあ僕は別にね攻撃的なサイドバックでもいいんじゃないかなと思いますなので攻撃の時はこのツートップとか omf とかでねボールキープしてあげたらサイドバックも上がってきてくれるんでまあ実際片方のサイドバックプラスまあこの 2omf の2トップまあ お前ででで攻めるることができるってイメージですか、ね、まあ、なんでこう、サイド攻撃とか得意な方はね、個人的にいいかなと思いますし、まあ、ビルドアップに関してもね、サイドバック上がってきてくれるんで、あんまりこう、ミスはしづらいのかなって印象はありますよね。まあ、あとは、この選手の指示をね、先に見ていくと、好みでサイドバックにこのオフェンシブとかね、つけてあげるのも全然ありかなと思います。まあ、両サイドバックとかにこうやってオフェンシブつけてあげると、オフェンシブってね、攻撃の時に1列上がってプレイしてくれますので、より上がってきてくれるということで、両サイドバックにオフェンシブつけたら、もう思いっきり上がってきて くれてまあ、そういう感じになりますので、ファイバックだけど攻撃的に行きたいよとかね、もしくはファイバック使って負けてしまってる時とか、点数取りたいなーって時はオフェンシブつけるのもありなんじゃないかなと思います。まあ、つけなくても全然いいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ファイバックの時もね、チームスタイルはショートカウンターかロングカウンター、まあ、どっちでもいいのかなと思いますね。個人的にはまあショートカウンターのおすすめです。やっぱり近い距離感でパス回しできますので、僕はショートカウンターのおす,すめなんですけれども、より守備的に行きたいよって方はロングカウンターでもいいんじゃないかな と思ってますね、まあ、ファイアワークも現環境でめっちゃ強いと思いますし特に最近やっぱりねオフェンスの人数をねオフェンシブとかつけて人数を往復して攻めてくる方多いと思いますのでそういった方にねしっかりこう対応できるフォーメーションなんじゃないかなと思いますはいということで512でしたそして最後はこちら4141ですねご紹介していきたいと思いますこのフォーメーションは本当に今でも根強い人気を誇る、まあ、最強フォーメーションの一つかなというふに思いますけれども玄関9でもやっぱり横の4 1 4141強いですよね本当に昔から人気まあ、なんだかんだいろんなフォーメーション試しても、最終的にこの4141に帰ってくるみたいな、まあやっぱりこの4141が攻撃しやすいよねとかね、そういう方多いと思います。っていうのも、やっぱり4141っていうのはこう攻め方がシンプルというか、めっちゃわかりやすいんですよね。まあどういう攻撃かっていうと、例えばこうディフェンスライン、サイドバックでボールを持って、サイドバックのこのビルツにボールを当てて、このビルツからこう中盤、センターホードを経由して、 逆サイドの裏の裏ススペースを使っていくまあ、こういう攻撃の仕方が鉄板というか、もちろん、こう、サイドハーフでボールを受けて、そのままこうドリブルとかね、ここの三角形とかで崩していきながら、最後ゴールとかってパターンもありますけれども、基本的にはこの両サイドハーフの裏のスペースを使った、この攻撃がめちゃくちゃ強いんですよね。なんで4141の攻撃ってすごいこう分かりやすいというか、強いかなというふうに僕は思っているんですけれども、ただその分、僕的に難しいなと思うのは、相手が5バックの時とか、チームスタイルローンカウンターの時、そういう時っていうのは、やっぱりどうしても この裏のスペースをね、なかなか使いづらくなってしまいますので、そういう時はこのフォーメーションちょっと難しいのかなって印象はありますね。なのでそういう時とかは、まあ、フォーメーションを変えてあげるとかね、基本的にこの裏のスペースを使うのではなくて、まあ、この中央から崩して、基本的にこの三角形とかを使って攻めていくとかね、そういう,こう攻撃の仕方でね、リフトチェーンにする必要性はあるんじゃないかなと思いますけれども、まあでもやっぱりこの裏のスペースを使った攻撃めちゃめちゃ強いですよね。なんで、結構この41、41使う方は、この横並びとかではなくて、この OMF を少し下げて、サイドハーフのこの ランスペースーーをを使ううっていいねサイドハーフを高い位置置に配置したこのポジションエディットで使っていいいる方は多いんじゃないかなかと思います、まあ、このフォーメーションも基本的にはサイドバックは守備的サイドバックでいいと思いますしまあ DMF に関してはねアンカーかまあビエラーとか置いてあげてディフェンシブとかに配置してあげてもいいんじゃないかなと思いますこのフォーメーションの選手の指示もこんな感じで両サイドバックにまあディフェンシブっていう感じですかね、まあ、両サイドバックとも守備的サイドバックなんですけれども全く上がらなくするためにこの選手の指示を入れております例えばこういうフォーメーション で、ラインダウンとかね。魚とかに入れてしまうと下がってくれた時に真ん中がスカスカになってしまうんで、僕的にね。このワンボランチでラインダウンはあんまりおすすめしないかな？って感じはありますかね？あと、攻撃あんまりうまくいかないなって。時はサイドハークとかね。omf とかにオフェンシブとかつけるのもあり、なんじゃないかなと思います。あと、このフォーメーションのチームスタイル、これはショートカウンターがおすすめですね。まあ、ローンカウンター使ってもいいと思うんですけど、僕個人的にはね。やっぱりショートカウンター使った方がこの裏のスペース使う攻撃やりやすいかなと思いますので、僕は4141ショートカウンターの方がおすすめかなと思います。 まあこのフォーメーションもね現環境でめっちゃ人気ですし今でもね強い人気を誇るフォーメーションかなと思いますのでぜひ気になった方は使用してみてくださいはいということで4141でしたということで今回は現環境のおすすめフォーメーション一つご紹介していったんですけれどもいかがだったでしょうかまぁ、あ、今回紹介したいつのフォーメーションはどのフォーメーションもね僕は自信を持って強いと言えるかなと思いますしまあ動画中にも言いましたけれどもやっぱり今の環境ね3バック5バック4バックまあどのフォーメーション使ってもね戦えるというかこのフォーメーション一強みたいいな、まあ、そういうフォーメー しょうがないのがいいポイントかなと個人的には思ってますねまぜ、あ、ひよかったらフォーメーション悩んでる方は真似してもらえたら嬉しいなと思いますはいこんな感じでイフットボールドが毎日投稿してますのでぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もぜひぜひお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー